どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日はアメラコから情報を来たんで見ていこうと思います。モンスター進化情報能力調整ということでね、こちら、織姫、彦星等に新たなアシスト進化追加ということで、実装日は7月5日金曜日っぽいですね。まあ、ただ、別にこれあれですね、5日 ?2 日後なんですけど、まあ、これ違和感はなくて、まあ、多分、ジューンブライドかな?多分、ジューンブライドの同時に強化が入るって感じなのかなとは思います。はい、ちょっとこれどんな感じになるか分かんないですけども、多分7月5からジューンブライドの既存キャラ強化入って、7月8から七夕、まあそれか7月7からかな、七夕ジューンブライドゴッドエース開催ってパターンになると思います。まあちょっと今日は見ていこうと思います。てかあれかな、これ発表されたキャラかな、織姫。そうですね、冬スキブ非軽減非水光ドロキョに3ターンヘイスト持ちですね。3ターン HP50% 回復持っててめっちゃ強いですよね。これ本当に強い。で、彦星の方も体力タイプ追加、冬スキブ水軽減、火水光泥鏡あって、5ターン遅延、3ターン全員の攻撃、3倍上限77億なんで、この織姫彦星は本当に強いんで、まあ、これは絶対ゲットしたいですね。はい。で、彦星はまあ熟成がつきましたと、変身前から。そうですね。で、強化は入ってないんじゃない、さすがに。ワインド封印無効貫十字3色攻撃8個 TG。で、ロック解除、盤面を火、水、光、回復に変化、1ターン、リーダースケットの攻撃力2倍、リーダースケット上限77億3ターンとなっています。リーダースキルも指12秒固定で、火、水、光、同時ダメージ、1円、攻撃40倍、固定1000万ダメージ、火の HP が 1.2 倍となっております。はい。まあ、強化自体は入ってないですけど、こうやって比較すると性能の変わり方やばいよね。まあ、で、固定1000万持ってるんでね、めちゃめちゃ偉いですね。いや、もう、織姫は超楽しみなキャラなんで、かなり期待できるかなと思います。はい。では続きまして、織姫進化後、俺もリーダースキルが強化入っただけか、あとまあ進化スキルが上限77億ついてね、ちょっと強くなったなぐらいの感じではあります。はい。で、あとは彦星、間違えた、織姫の短冊ですね。まあ、回復タイプ追加、スキブ3、暗闇の3ターン遅延持ち武器で3ターントリプル無効になってるんでね、これもまあ普通に偉いですしね、かなり強くなってる。で、彦星に関してもバインド封印無効貫十字3色8個 T してね、1ターン自分サブの攻撃2倍、上限50億 HP50% 回復、ロック解除3色陣が3ターンなんで、まあこれ彦星織姫結構楽しみなんだけどね、かなり強いとは思う。まあ、火水光同時 80% 軽減、攻撃40倍、回復3倍4コモ加算もあるので、落ち込んだ人はあるもののかなり使いやすそう。彦星はリーダースキルが強化入ってたんですね。なるほど。で、進化スキルも一応まあ、強化入りました。何が増えたん、指延長が増えてるんですね。3ターンは変わらずって感じか。まあ、ちな、彦星も武器めっちゃ強いんで、まあ、本当に彦星織姫は武器が強いなという感じです。あ、ラクシーヌさん?おい!強いです。雲、暗闇、お邪魔体制ついたんですか?無課金武器にしては結構強くないですか?意外といい性能もらってはいるよね。で、これでも、トリプル無効いいんじゃないですか、まあ、これがね、課金武器とかだったらまだ分かりますけども、普通にこれ無課金武器なんで、無課金武器でトリプル無効武器になってるって考えると、まあ悪くないんじゃないかなと思います。これこのキャラなんか隠れて強化入ってますけど、結構でかい強化なんじゃないかなと思う。まあ実際ね、無効武器といえばですね、あのイライザ先輩がいるので、まあ、イライザとかだとね、スキルブースト現象がついてる代わりに、4種耐性だったかな、確か4種耐性ぐらい持ってて、まあ、イライザ世界最強なんですよ。お邪魔耐性、毒耐性、雲捜索家耐性とか持ってるんで、まあ、確かにそういう優秀な武器はありますけども、ラクシーヌって暗闇まず埋めてくれるんで、イライザと違って暗闇埋めれるところもでかいですし、さらにお邪魔と雲っていうね、今パズドラって実はこの3種結構対策が大事で、まあ捜索も大事なんだけど、ね、もちろん毒耐性ってどちらかといえばさ、今あんま対策しなくてよくなりつつあってて、これなんでかっていうと、まあみんなもう最近のキャラの傾向を見ればわかると思うんだけど、基本固定生成が多いじゃないですか。まあそれこそアンジェリーナの話もしてるんですけど、アンジェリーナとかゴッドガンダムとかリムルとかミリムとかって固定生成が多いから、基本的に毒耐性って別にいらないんですよ。毒1個2個残ってようが消してもいいし、消せなくても放置してもいいから。ただお邪魔耐性ってさ、爆弾が今めっちゃうざいの、パズドラって。爆弾1個残って固定生成したら爆弾1個2個残りましたが一番多いじゃん。
だその爆弾と暗闇を埋めれて、しかも雲耐性持ってるってこともあって、無課金武器とは思えないぐらい強くなったんじゃないかなと思います。なんでラクシーのこれちょっと今回のなんならメインキャラですね、一番いい性能してると思います。まあ、間違いなく一番強い武器って、今回の強化で強い武器ってこの彦星と、あごめん、織姫と彦星の武器、この2つは本当に今の環境トップに強いんで、これ浮遊武器最強ランキング1位2位だと思うんで、そのぐらい強いんでおすすめなんですけど、まあ、あのもちろんキャラも強いけどね。ただかなりラクシーノは強くなったよという、これ無課金武器だからって舐めないでねっていう話ですね。ワンチャンマジで後楽園生いきなり入ってくると思います。そんぐらい強いと思います。でちょっとこっからが本編になるんですけど、本編っていうかまあ一体話したいキャラなんですけど、シングルフさんの軽減率が発表されまして、まあ、スキル325ターン変身2ターン変質変身2段階目が30ターン自分の上限70億で変身が6ターンっていうキャラなんですけども、最終段階見てほしくて、こちら封印指7強8個無効感プラス回復エルジ、7強9個ですね、7強9個無効感プラス回復エルジ持ってるキャラなんですけど、スキルが1ターン7強の覚醒数に応じて攻撃上昇6解除し、光を火に火を水に変化が2ターンとなっております。でこちらリーダースキルご覧ください。火水同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が13倍、3コンボ加算固定1000万ダメージ、火の全パラが 3.4 倍となっております。でさらにこれに軽減率 35% なんですよ。これね、なんと実質 HP 5.23 倍、イエー、 5.23 って初じゃない？実質 HP、 あもちろんさ、そのなんか特殊なキャラはいたりしたけど、だって 5.3 倍以上の HP 持ってるキャラって多分いないんじゃないかな。まあね、そのわキングみたいなね、割合でさ、ぶっ壊れるキャラはもちろんいますけど、 HP2 倍の確率で激減みたいなキャラいたりしますけど もうただ実際実質 HP5.2 倍が今多い環境だと思うので、実質 HP5.23 倍ですかはかなり強いんじゃないかなと思います。で、まあ、耐久値自体も高いので、まあ、それなりに使える性能にはなってるんじゃないかなとは思います。まあ、ただもちろんね、環境最強リーダーに入ってくるとかはないです。まあ、それは当たり前なんだけど、普通に3コンボ加算固定1000万もあって、相方にまあそれこそね、なんかいいキャラを置けたりとか、まあリダフレシール人も悪くないか、だったら実質 HP5.23 倍なんで結構悪くないんじゃないかなと思います。だからシンルフは意外と耐久値的にもいいキャラ性能になってるかなと思っていて、まあ今回の強化の中だったらまあめちゃめちゃ強い部類に入るのかなと思う。やっぱ実質 HP5.23 倍っていうのが一番でかいですね。はい、っていう感じです。これがシールフ、熟成もついたんでちょっとシールフは期待できます。さすがに僕今回ちなみにシールフとデイトナはみんな弱いって言ってるけど、俺シールフとデイトナは俺意外と期待してる派閥なんで、結構ねこのシールフの実質 HP5.23 倍はねかなりレアなんじゃないかなと思います。多分初だよね。だって 5.2 だよな。うん、 5.23 はえぐい。でまああとはまあ昨日発表された通りですね、上限85億とかスキブプラスになったりとかって感じです。まああともう発表されてるんでちょっと流してみていきますけども、特に修正自体も入ってませんので、まあ発表された通りって感じですね。はい、なんでまあノーチラ、ソリエローク、デイトナ、シールフ、ブラックバードですね。あ、ちなみにデイトナ僕めちゃくちゃ期待してます。これ結構強いと思うんだけどね、デイトナ先輩周回性能かなり上がったし、火力もでかくなったから意外とデイトナ良さそうだけどね。まあ浮遊武器も増えてるんで今の環境って、デイトナはめっちゃ期待してる。あとはあんま期待してない。デイトナとシールフ以外正直あんま期待してない。で、まあ、なんでここまでね最後飛ばしたかっていうと、なんとチーリンさんが強化入ります。覚醒バインドスキブ指浮遊7強4つ TG チーム HP チーム回復にチーム HP チーム回復エルジ持ってますと。皆さん見てください、スキル8ターンダメージ吸収無効6解除し、右足を水に変化、3ターン必須は22ターン。イエッ、やりすぎ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 、さすがにやりすぎチャンネル、いやマジでさすがにやりすぎチャンネル、これはやばい。どういうこと？普通に考えてさ、おかしくない？8ターンダメージ吸収無効ってなんなん？えぐくね？で、6解除、左端、水生成3ターン平数22ターンでしょ。いや、これマジで、なんか周回平数でいきなりポンって使えそうっすよね。8ターンダメージ吸収無効なんで、まあ、アシスト無効キャラなんで、もちろんね、母体入れする必要があるんで、半分ネタではありますけども、その割には3ターンヘイストもあって、8ターンダメージ吸収持ってるので、結構無理やり編成に入れてあげて、ね、吸収無効要因として使える可能性は全然あると思います。はい。
それこそコロシアムみたいなダンジョンで長い階層にわたってダメージ吸収無効が発動している場合っていうのはチーリン1枚で解決できたりするので、なんなら編成難易度も低いしね、性能も強いということで使われる可能性はありそうかなと思います。まあ、という感じで、ね、今回のフェス限強化でした。まあ、これはですね、こちら7月5日金曜日から開催されます。ぜひね、強化されたら皆さん使ってみてほしいし、ユーコールチャンネルでもまた使っていこうと思います。まあ、ということでね、ぜひよかったらラクシーヌ強いと思った人だけ高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。